ということでですね、今回の企画はトレンドカラーコーデ、イエーイ。よっとか、まあ、前回ね、あのトレンド企画の時に3色言いましたよね、うんうん、ありましたね。じゃあ覚えてますか、3色。赤、ブラウン、はいはいはい、でグリーンですね、はいはい、これ3色で上げてたんですけど、うん、それプラスで2色今期上がってますが、うん、黄色、あ、言ってくれる、ありがとう。ブルー、はい、正解でございます。今日はですね、5色ブラウン、レッド、グリーン、イエロー、ブルーのこちらの5色をですね、はい、メインにちょっとサンプルを、はい、色鮮やか、はい、集めまして、これでコーデを組んでいきたいと思います。うん、最初一発目なので、うん、トレンドカラーコーデ、うん、なので可愛いコーデを組もうということで、すいません、3コーデにしたいと思います。3コーデずつですね。大好きこれ、はい、こちらのルーレットを使ってですね、はい、3色1人引いていきたいと思います、うん、はい、じゃあお願いします。よーい、スタート。何当たりたいですか、ちなみに。ブラウンですよね。あ、止まるんだ勝手に。ブルー、はい、ブルーで新鮮だね、新鮮、楽しみ、はい。ということでハプニングもねございましたが、ありましたね、内緒です、さ、内緒です。ちょっとカラー決まったので早速3人で組んでいきたいと思います。はい、レッツゴー。やばいな、やばいです。緊急で動画回してます。色物しかない。合わせるものがない、もうベーシックなものがないので、ちょっと今から調達しに行ってきます。あ、ちょっと、あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。ここで可愛いコーデを届けられますね、皆様。考えるよ。はい、ということで1コーデ目はですね、全員ブルーコーデでございます。まさかの、はい、偶然ですね。偶然、はい、では私からいきたいと思います。お願いします。はい、はい、では私のブルーコーデはですね、はい、こんな感じになっております。デニムブルーさんですね、はい、まあ、メインはデニムをメインで組みまして、うん、で、まあでもこれだけじゃ普通だよねっていうので、うんうん、ちょっと見ていただきたい。ちょっとブルーミング、これ実はチュールのね、あのブルー、おー、出てきた、はい、でしかもここも一応ブルーなんですよ、うん、白じゃなくて、うん、インナーで使ってるのはティピーのね、うん、インナーなんですけど、これすごいあのグラデーション切り返しになってて、うんうん、これなんか袖から出したらめっちゃ可愛いなと思って、うん、可愛い、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。でこのカーディガン、シーナリーのカーディガンの袖をちょっとまくって、うん、袖をチュールの部分を出してるコーデになりますね。これがポイントでございます。で、まあどうしてもね、デニムはカジュアルになるので、あと、うん、のトップスとかはこういうチュールだったり、こういうカーディガンでちょっと金ボタンの女性らしいアイテムを詰め込んで、そこのバランスを取りました。で、バッグはベージュ系でね、合わせて、まあカジュアルだけど、まあ、ちょっとシンプルなデザインなので、まあ、まとまり安いかなっていうのでこのバッグをチョイスしました。で、髪型はまあお団子にして、ちょっと下ろすと重たい印象だったので、アップにしてちょっと軽やかなイメージにしてみました。可愛い、女性らしい、その感じの感じ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。駆け足ですね。続いて、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。あれ、本日のじゃない、今回のブルーのテーマは、はい、のび太くん。なんかあの完成してからこれは思ったんですけど、なんかこのボーダーの感じになんか目が合わせて、なんか襟なんかついてたら、え、なんかのび太くん女バージョンみたいになっちゃったなって思って、そのテーマにしました。はい、はい、で、まあ、今回ブルーということで、まあもうね、これって絶対にブルーですよねっていうブルーを、まあ、取り入れたとこが、はい、ブルーです。はい、正真正銘、正真正銘、はい、いや正直ブルーあんまり日頃着ないなって思って、なんか感触を多分私は着ないんですけど、うんうん、なのでちょっとこういうね、柄物で
なんかデザインものと思った方が着やすいなって思ったので、そういったものを選んで着てみました、うん、結構太めなんですけど丈も短めで、すごく着るだけでなんかちょっと女の子っぽい感じで着れて可愛いなって思ったんですけど、今年なんかこういう襟デザインとか入れたかったので、これは別でチコのあのシャツをねプラスして合わせたとこがちょっとポイントかなって思います。で、なんかブルーの合わせってなんか何合わせたらいいんだろうって思った時に、まあ、パコツさんもしてましたけど、やっぱデニムかなって思って、これはもう朝着てたね、もうガチ私物のデニムを合わせたんですけど、やっぱブルーワントーンってめっちゃ可愛くないですか？しかもこのゆるっとしたオーバーなニットだからこそ、このタイトなミニがなんか際立つ感じがめっちゃいいなと思って合わせてみました。で、小物はもう散々今年ね、ブラウンブラウンって一生私たちね言ってますけど、まあ今年小物はブラウンを合わせたくて、あのブーツもバッグもどっちもブラウンを合わせておりますということで、まあ色味もなんかマッチしてたし、なんか黒よりもちょっと軽くなるので、それこそ冬ってこうニットとかで素材的に重くなるので、なんかこういうあえてブラウンの中でもダークブラウンを選ぶと日頃にも入れやすそうかなって思って合わせてみました。かわいいって感じのコーデになりました。じゃあ続いて続いてななみちゃんちょっと静かちゃん風にどうもななみちゃんです。かわいい、はい、どうもということで、一緒なのよもう最後一番やだわもうと思ったんですけどね、はい、ブルーのワントーンコーデで仕上げてみました。かわいい。私のもテーマは大人カジュアルですね、はい、ちょっときれいめなニット、これラルータなんですけど、形がねめっちゃきれいだなと思って、かゆんってしてます、ね、そう、無駄がない、おお、はい、無駄がないです、はい、首周りもねなんか程よく鎖骨がきれいに見えるので、ここ女性らしく見えるポイントだなと着てみて思いました。で、今前だけちょっとインして後ろはね出してるんですけど、この長さもね私は好きなポイントです。いや、ななみさんっぽいですよ。そう、なんかゆるっとしすぎずすごいすっきり見せてくれるので、そこも嬉しいポイントですね、かわいい、はい、で、スカートはかわいい、それはい、これはシーナリーのゆずが購入したデニムスカートになります。それ欲しい。これね、私これカーテンからバンって登場した瞬間、あ、ゆずがこれやろうって言われましたこの声でやろうって言われたんで、多分いつかゆずブルーのワントーンね、はい、やってると思います。ブルー買っちゃおうかな、買っちゃおう買っちゃおう。でもねこれめっちゃ可愛い、本当に可愛いね。秋冬も使えそうですね。使えそう、絶対使える。で、まあ、小物は黒か迷ったんですけど、ちょっと白で軽やかな印象になるように仕上げてみました。以上です。はい、ということで1コーデ目ブルーコーデやってまいりました。2コーデ目いきたいと思います。レッツゴー。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで2コーデ目着替えてきました。はい、はい、早速やっていきたいと思います。はい、はい、私からいきたいと思います。はい、私のコーデはグリーン。おー、見えてますか？グリーンは見えてませんよね。見せてあげてください、カメラさん。お下がりをちゃんと緑、こちらです。これカスタムの、あ、カスタムなんだ。そう、スカートで古着チックな感じというか、素材感がヴィンテージ感のある感じで、めちゃくちゃ可愛くて私好きな感じですね。スカートあんま履かないんですけど、こういうカジュアルなテイストとか好きなのでめっちゃいいなと思いました。で、ポイントはやっぱ今年バルーンスカート流行ってるトレンドアイテムじゃないですか。トレンド感もあるという素晴らしいスカートになっております。で、まあこれをメインとしてね、今回は組んだんですけど、まあ下のスカートがボリューム感あるので、上のトップスとかは本当はシンプルにタイトにまとめました。で、トップスのこれはアーシー、で、これもアーシー、あ、どっちもなんですね。そう、で、ちょっとこれ見てください。このビスチェはラメというか、糸がね、そう、ちょっとギラついた糸が入ってて、すごいこれも重たくならずに、そう、アクセントになるアイテムだったので、めっちゃオール、あ、ここ黒くても重たくならないな、差がね、出ますね。
って感じですね。で、可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛い。なんかワンコみたいな。そう、ボア生地のバッグで、やっぱ横長のバッグがやっぱね、秋冬も来ると思うんですけど、うん、そこにちょっと秋冬素材、すごいいいですね。これもうこれだけでね、あ、かわいい、ワンポイントになるから、うんうん、すごいかわいいなと思ってこれを選びました、うんうん、ちょっとカジュアルアイテムだけど、うん、レディーライクに落とし込んだコーデになっております。ありがとうございました。まこさんカラーをボトムに入れるの好きですね。確かにね、さっきもボトムス、確かに、ね、次はどうかなって話ですよ。期待しちゃうよ、それはもうってことで、私のコーデなんですけども、まあ私はね、見るからに痛かったよね、今なんかすごい鈍い音だけど、大丈夫、元気です、元気ですね、よかった。はい、私はイエロー、はいはいはい、まあ元気感伝わりますかね、これで。確かに確かに、はい、皆様を笑顔にしたいと思い、まあ、イエローをたまたま引いたんですけども、まあこのイエローのニットは M ラインですね、ミスティックの中の。かわいい、はい、なんかこの素材がこのなんかポコポコっていうのもあれば、こういうなんかフェザーっぽいなんか糸っぽい感じもあるので、なんかその表情の感じがね、着ただけでちょっとこなれた印象に見えるのが可愛いなって思いました。で、まあこれもね、また短丈なのでスタイルアップ抜群にかなっちゃいます。で、そんなスタイルアップできるトップスに合わせたのは、またまたスタイルアップができるデニムのものになってます。はい、大事、これはチコもデニムなんですけど、やっぱ駅じゃない秋はこういうベージュのデニムとかもちょっと履きたい人いるかなって思って、うん、その色かわいいね、なんかこの、うん、なんかクリーミーな感じのベージュになってるので、もうこの黄色に相性めっちゃ良くないって思って、うん、合わせたくてこのデニムをね、あのさ、急遽借りてきました。さっきね、はい、いいのゲットしましたね。もういいのゲットできました。チコさんありがとうございます。ということで、合わせた靴はこちらはカスタネのパンプスかな、パンプス、もう、まあ、さっきも言った通り、やっぱブラウンをね、私は小物にもう今年入れたいなって思ってて、カバンもなんですけど、どっちもブラウンで、まあ黄色系ベージュ系だったから相性いいのもあるんですけど、よりここを茶にすることでなんか 2,3 年前とやっぱ差をつけてコーデを組めたかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、はい、お、私はですね、はい、全身にブラウンを入れてきましたよ。残されてますね、はい、かわいい。これセットアップなんです、実は。あ、そうなんですね。そう、このセットアップがアーシーの、あら、うんうんうん、やっぱ今期のテーマであるラフ、はい、叶えてくれますね、このセットアップ。確かにいいね、めっちゃ着心地もいいし、うんうんうん、動きやすい。あ、そうなんですね。そう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 、暑いよ急なアピール、どうしたっていうことなんですけど、上に重ねているベストも足、あ、そうなんですね、全身足コーデで来ました、うん、いい。でもなんかすごい大人っぽく、うんうん、カジュアルすぎず、うんうん、合わせれたかなと思ってます。かわいい。で、結構これジャケットにするか迷ったんですよ、アウターを。はいはいはい。そう、でもなんかちょっと軽く、よりラフさを出せるように今回ベストを選んで、うんうんうん、柔らかい印象に仕上げてみました。なんかパンツのさ、その細さがめっちゃ新鮮だよね、ななみ。このパンツめっちゃ使えるかもなって思いました。秋冬結構トップスにボリュームのあるものが多いと思うので、うんうん、こういうこのぐらいスッキリしたボトムスでも合わせていただけるかなと思います。ネットとかに合わせても可愛い。確かにめっちゃ可愛い。良さそう。で、まあ、小物は私はブラックで、うん、やっぱここが大人っぽく見せるポイントかなと思っております。うんうん、以上です、ね。はい、ということで2コーデ目はこんな感じでございました。次3コーデ目着替えていきたいと思います。はい、レッツゴー。チャンネル登録よろしくね。ちょっと待って。はい、ということで。3個目、はい、着替えてきました。イエイ。はい、じゃあ早速私からいきたいと思います。はい、はい、私はブラウンコーデを引きましたので、ブラウンコーデでございます。かわいい、好き、全部ブラウンだ。そう、さっきはねボトムスに入れてましたが、うん、今回はもうありとあらゆるところにブラウンを入れさせていただきました、うん、はい、ありとあらゆるですね。なんてで、ポイントはこの
ビスチュでございます。かわいい。これカプレシレマージュのビスチュなんですけど、うんうん、この毛足のないやつがかわいい。かわいいですね。かわいいですね。かわいすぎてちょっとね、言い方があれですけども。でポイントはやっぱりここの紐が細いから、うんうん、あのいろんなトップスにレイヤードすごくしやすいなって思いました、うんうんうん、で今回は T シャツちょっとカジュアル味を入れたかったのでちょっと T シャツでインナーで合わせたんですけど、うん、これなんかワンピのね、うん、それこそ上とかに合わせても絶対に可愛いなって思いました。ここがコンパクトなので、うんうん、すごいこう使いやすいやつですね。で後ろもねこんな感じでプシュプシュッとゴムでなってるのですごいホールド感もあってめっちゃ安心、うんうん、安心です。安心です。安心です。はい。パンツこちらもあのすいませんカプリシュレマージュさんのパンツなんですけどこれなんか冬仕様なんかねあのナナミさんが持ってる本当だあの2タックワイドパンツよりもちょっとマットで起毛した感じの生地なのですごい秋冬仕様の感じですごい可愛いなと思ってあのこのセットで着てほしいなと思って、うん、お似合いです。はい、合わせました。なんかチョコレートみたいな色ですね。美味しそうな色、うん、ここに、うん、これだけだとちょっとまだシンプルな感じだなと思ったので、うんうん、ジャケットチェックのジャケットを羽織っても可愛いなと思ってこれはミスティックのねこの間のアウターコレクションで紹介してた、うんうん、ミスティックかそうちょっとオーバーサイズなねあかわいい、はい、こんな感じ でちょっと大人っぽいさを入れたいときはこういうジャケットで羽織ってもかわいいかなと思います、うんうん、プラスしたいですね、はい、今年は以上ですかね。ちょっとでもお眼鏡もじゃあお眼鏡確かに差し出してませんか。別光のブラウンとあとちょっとイエローもちょっと見えてんじゃない、うん、みたいな。はい以上です。ありがとうございます。やっぱチャーかわいいですね今年、うんということで、私のカラーはグリーン入ってるね。はい、あの私、色物を選んだ結果、すみません、全部起毛した素材になってしまっておりまして、はい、あの好きみたいです。知ってました。バレてましたか。はい、ありがとうございます。ということで、まあでもグリーンのカーデを着る、まあ、グリーンのアイテムを着ることも意外とないなって思ったので、うん、まあ、逆に何かにプラスしたコーデにしようと思って、うん、これ脱ぐと結構今すぐ着れるようなもうベアのトップスにパンツでアイボリーのねちょっとロンパース見えするような感じの中はコーデになってます。上のビスチェは、アーシーでパンツはシーナリーのもので、そう色がめっちゃね似てるのですごい合わせた時のなんかセット感がすごい可愛いなって思いました、うんうん、で、まあ、それにね今回はこちらのグリーンのね、うん、ちょっとカラーを入れたことによってちょっといつもとコーデと差をつけてね、うん、まあ、それこそこれジャケットとかにも変えられると思うので、うん、なんか上から羽織るもの変えたらいつものコーデにすごい合わせやすいかなって思いました、うん、で、まあもう3回目なのでもう予習かなって思うかと思うんですけども、あすいません、どっちかというとあのすいません復習です。復習です。カバンとね靴やっぱブラウン持ちたいよねっていうことでした、はい、以上です。終わりかい。復習早っ。まあ皆さん分かってるんでこう皆さん優秀ですもんね。はい、優秀かと思うんで皆さん覚えて帰ってください。では続いて強制終了。忙しいわ。あらレッティちょっと新鮮で結構そわそわしてます。かわいいです、はい、めちゃめちゃ。こちらカプリシュレマージュのニットを使ったコーディネートに仕上げてみました。マージュなんだ。そう、これねマージュなんですよ。でこのね中にワンピースを着ておりまして、このワンピースがシーナリーのワンピースになります。このねキラキラしてるね。そう、中のワンピースもめっちゃ可愛くて、ちょっとなんか重なったようなティアード感のあるワンピースになってて、あの上から重ねるだけでおしゃれに仕上がるよっていうコーディネートになってます。可愛い。またねこのニットも暑いね。あんまり言わない方がいい。暑いよ。買えないよ。あったかいにして。あったかい、あったかい、ほんとあったかいです。首元までめっちゃあったかいので、うん、あの真冬まで大活躍かなと思います、うん。まあ、でもこのゆるさがね私はすごい好きで、
ななみんさんっぽい。そうそうそう、ちょっとズルズルっと合わせるのが秋冬も気分かなと思います、はい、で髪の毛をねちょっと下目で結んでラメも入って綺麗めな感じになったので、うん、大人っぽく仕上げてみました、うんうんうん、かわいい、やっぱ女性らしいコーデですね。大丈夫、倒れない、大丈夫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 みたいなので、まあでもそろそろ締めますね言うんだはい、ということで今日はですねトレンドカラーということで5色を使ったコーデを組んでみましたが、はい、楽しかった、まあいろいろハプニングもありましたけど、うん、それも楽しかったよね。楽しかったです、はい、皆さんお付き合いありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。